はい、皆さんこんにちは。今回はですね、奈良県桜井市にあるとっくり塚古墳をご紹介したいと思います。こちら、ネットに載っております、地図を頼りに来たんですけれども、非常に道に迷ってしまいまして、結論的にはですね、舗装された道をずっと来ていただきますとたどり着くことができます。そしてこちらが古墳になるんですが、おそらくこれ石室の天井石が落ちてるんですね。そして中へ進んでいきたいと思いますが、中をご覧いただくとですね、このように素晴らしい石棺が残っております。よいしょ。中はこんな感じですね。石棺がそのまま残った形で石室に入っております。石室もですね、非常にしっかりとした石造りで、若干まあ狭いところはありますけれども、石棺がちょうど収まるような形で作られております。で、石棺の方をもうちょっと近寄ってみますと、こんな感じですね。ちょっと水が溜まってしまっておりまして、中がどのようになっておるから分からないんですけれども、天井石がこんな感じですね。石室の中に立派な石棺が残っております。なかなかユニークな古墳ですね。まあ振り向きまして、こちらおそらく天井石だと思うんですけれども、これが落ちてなかったらですね、綺麗な形で、石室の中に石棺が残っておる古墳であったと思われます。